で、今日もう一つの計算はですね、今度例題で、テリスの例題で例の 4.92 というのにありますけれども、無理数の連分数、近似を求めようというものです。で、無理数の場合は、今の有理数の連分数展開のように、その有限界のその操作では、終わらないわけですね。一般に、今のやり方で連分数展開をしていくと、ちょっといろいろ勝手が違うところがあるんですけれども、アイデアとしてはその有理数の連分数展開と同じような、考え方で計算を行うことで無理数についても連分数近似を表示することができるという話を今日説明したいと思います。でそこで、まずこの、実数アルファですね、実数アルファの連分数近似を考えましょうということで、まず α1 というのをこの α と置いておくことにします。で、そしてまずやることは、この α1 ですね、この α1 という実数をその整数部分と小数部分でに分けて表しましょうということをしますので、まず Q の1ですね。Q の1としては、この α1 の、この、フロア関数ですね。α1 を超えない最大の整数を取っていきます。つまり、これで、αQi としては αi の整数部を取るということです。で、α の i プラス1ですね。次の、その展開の係数としましては、この、αi マイナス qi ですから、この αi のうち、その小数部分、1に満たない部分の逆数を取ってきましょうということで、計算を行います。一応、無理数の連分数展開近似を行う際のルールは、この2つを組み合わせて行うだけなんですけれども、実際の計算は、少し、込み入っている部分がありますので、これをちょっと例題で見ていきたいと思います。ここではそのルート3ですね、このルート3を連分数で近似しましょうということを考えるわけです。でそこで、先ほど説明したルールに従って、まず行うことは、このルート3を整数部分と小数部分に分離することです。でルート3はその近似値は多くの人がご存知だと思いますけれども整数部が1ですからそうするとルート3を1プラス小数部分に分離するわけですね。でこの分離の仕方の小数部分というのは厳密な表現でないと分からないんですけれどもとりあえずここではそのルート3マイナス1がこのルート3の小数部だということにで表せば以後の計算もうまくいきますのであまり難しいことは考えずにその小数部分はこのように表せる形で表すというのが基本です。でまずこのルート3を整数部分と小数部分に分けましたので今度はこの小数部分の分子を1にして表示します。今、小数部分がルート3マイナス1でしたから、分子を1にした、その、形で表すと、その分母はルート3マイナス1分の1という分数で表されます。で、今度は、このルート3マイナス1分の1という数を、先ほどのルールに従うと、また、整数部分と小数部分に分離するっていうことになるんですけれども、これをいっぺんにやるのはちょっとこの表現からは難しいのでまず分母を有理化します。分母を有理化というのはこのような形ですね。分母と分子にルート3プラス1をかけることで分母をちょうど2というふうにできますのでこういう形にします。で分母を有理化しますとこの今度は新しく2分のルート3プラス1という表現になりましたけれどもこれを改めて整数部分と小数部分に分けて表すことができるようになります。
ここも2分のルート3プラス1の整数部分と整数部がどれぐらいの大きさなのかということを知る必要はありますけれども、まあ、これでは1以上2未満の数だということは分かりますので、まあ、その知識を使って、1プラス残りの部分という形で表します。で、最後に、整数部分と小数部分に分離して、まあ、表したところで、今度はその小数部分ですね、小数部分の分子を1にするという形の変形を行います。そうすると今度は、ルート3マイナス1分の2という分数が出てきましたので、これをまた整数部分と小数部分に分離するわけですね。で、それも直接できない場合には、やはり先ほどと同じように分母を有理化します。で、分母を有理化しますと、今度はその2分の2かけるルート3プラス1という表現になりますが、ちょうどこれで分母が払われて、ルート3プラス1になりますから、こんなふうに今度は見ていくわけですね。でルート3プラス1は 2以上小数部は2です、整数部は2ですから、そうするとこのルート3プラス1という数を整数部分と小数部分にこう分離しますと2プラスルート3マイナス1という形で表すことができます。で、この小数の部分のルート3マイナス1の分子をこう1にするわけですね。そうすると、その分数の分母にルート3マイナス1分の1という分数が現れるんですが、実はこのルート3マイナス1分の1という分数は、この連分数近似の最初のステップですね。一つ前のスライドで出てきましたので、まあ、ここから先はこれまでの2枚分のスライドの計算がずっと何回も何回も繰り返されることになります。すなわちこれは連分数展開の際に、循環小数のように循環節が現れることになりまして、で、こういう形でルート3を連分数近似していきますと、まあ、112までこう来たんですね。112の2はこの部分の2なんですけれども、でそこから先はもう121212というふうに1と2が交互に現れるというその循環が続きますので、まあこれ以降の展開は最初の係数が1 で次が1と2の循環節ですよという形で表示することにします。ですので今回のルート3の連分数近似の表示というのはこのような形になるということを押さえておいてください。でちなみにこの実数ですね、特にその無理数の α がその循環連分数で表せるかどうかということについては、実数を循環連分数で表せるための必要十分条件がありまして、でこれは α が9分の m プラスマイナスルート n で表せるということがその必要十分条件であるということが知られています。でこの形 その無理数というのは二次無理数と呼ばれていまして、で、まあ、整形数の二次方程式の、まあ、根として表されるものです。ここまでいいでしょうか。ということで、今回はその拡張ユークリッド5助法の性質をも新たに紹介しました。でそれから拡張ユークリッド5助法の応用としまして、有理数の連分数展開の計算と、それから無理数の連分数近似の計算方法を紹介しました。で次回の内容なんですけれども、次回は拡張ユークリッド5助法の応用としまして、中国常用算法を扱います。でこれはテキストですとセクション 4.8 にありますけれども、この授業で扱う、一番重要な計算テーマの一つでありますので、ぜひ
学んでいただければというふうに思います。必要な人はまた予習もしてきてください。よろしいでしょうか。では、今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。